ジョン・マーチェイズ・デイビッド・シャリカ・シュビリはアメリカ陸軍の軍人、第13代アメリカ軍統合参謀本部議長を務めた最終階級は大将。厳密に言えば、シャリカ・シュビリはポーランド在住のグルジア人の父親とポーランド人の母親との間で生まれたグルジア・ポーランド系アメリカ人である。アメリカには珍しいシュビリというグルジア語のせいである。 1936年にポーランドのアルシャワでグルジア人亡命貴族ドミトリー・シャリカシュビリと帝政ロシア時代にポーランドにおいて将軍を務めたポーランド貴族の娘マリアのもとに生まれる。父ドミトリーはロシア帝国の軍人でロシア革命により帝政が崩壊すると革命の混乱の中で独立したグルジア民主共和国の中佐となる。 1921年にグルジアが赤軍に占領されると、帝政の支持者だったドミトリーは家族を連れて、ポーランドに亡命した。ナチスドイツとソ連がポーランドに侵攻し、第二次世界大戦が勃発するとドミトリーは当初、ポーランド軍のグルジア人部隊将校としてドイツと戦った。ポーランドがドイツに占領され、後にドイツがソ連に対する戦争を開始すると、 このグルジア人部隊は、ドイツ国防軍のグルジア大隊に組み入れられ、ドミトリーはソ連軍と戦った。その間、ジョンを含めマリアや子供たちはドイツが占領するワルシャワに住んでいた。やがて、ソビエト軍がワルシャワに接近したため、1943年に、一家はドイツのパッペンハイムに移る。1952年には、アメリカのイリノイ州ピオリアに移住した。 1958年にアメリカの市民権を取得。左、ウィリアム公園国防長官、右、ジョン・シャリカ・シュビリ統合参謀本部議長自身の退役式典で挨拶を述べる。シャリカ・シュビリ1958年には、ブラッドリー大学を卒業し、機械工学の学士号を取得。同年、陸軍に招集され、士官候補生学校を経て1959年に、 将位に任官。以後、海軍式幕僚大学及び陸軍大学を経て、1982年には順将に昇進。陸軍参謀本部戦略計画副部長に任命される。この間に、アラスカ、ドイツ、イタリア、ベトナム、韓国勤務等を経験し、ジョージ・ワシントン大学で国際関係学の修士号を取得している。ドイツ語、ポーランド語、 ロシア語に堪能だったため、ヨーロッパ各国との軍事外交で活躍した。1984年、再びドイツに戻り、第1機構師団副師団長となる。1986年、陸軍参謀次長保健戦略計画部長に任命され、少々に昇進。1987年から1989年にかけては、第9不評師団長を務めた。 1989年には、中将となり、在欧アメリカ軍副司令官権第七、軍司令官としてドイツに赴任。1991年の湾岸戦争に際しては、湾岸地域への兵器輸送を指揮。同年4月には、困難を極めたクルド難民支援作戦の指揮官に抜擢され、これを成功させる。この時のシャリカシュビリの作戦行動は、 難民キャンプの高級化を巧みに避ける配慮がなされており、難民問題の専門家からも高く評価された。1991年8月、ワシントンに戻り、統合参謀本部議長補佐官に就任。ついで大将に昇進し、1992年から1993年にかけて、NATO、ヨーロッパ連合軍最高司令官建材をアメリカ、軍司令官を務める。 1993年10月、コリン・パウエルの後を受けて、第13代統合参謀本部議長に指名され、1997年に退役するまでこの任に当たった。ナチス協力者の父のもとに生まれ、ポーランド移民として、アメリカに渡り、一兵卒として招集されて、アメリカ軍のトップに上り詰めたという異色の経歴の持ち主。軍人らしからぬ、温和な風貌。 控えめで善良な人柄で知られ、湾岸戦争等で発揮された卓越した作戦遂行能力により、第二次世界大戦後のアメリカ屈指の名称と評価されている。スタンフォード大学国際研究所で客員教授を務めた。2011年7月23日、ワシントン州の陸軍病院で死去。75歳暴打エビー・ジョン・シャリカ・シュビリシー・コール。 元米統合参謀本部議長、奥闇、社会、読売オンライン米陸軍大賞シャリカシュビリ死去、MSN3K ニュース不報、ジョンシャリカシュビリさん75歳、イコール米陸軍大賞毎日 JP。ありがとうございます。